といえばだぞ。ごついで、え、頭部のこの肩骨とかは他の足にいないんですよ。いや、これめっちゃ貴重ですよ。はい、どうもこんにちは、三森です。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが寒天をすぐところてんにしちゃう器具図、寒天をすぐところてんにしちゃう器具くんです。いや、薄いです。薄いか、ごめん。最初の3文字ぐらいで違う気した。はい、うん、いや、ごめん。そうか、伊豆井の井戸の井がところてん作る、あの押し出すやつの、あの出てくるところ。なるほどね、うん、確かにそうやけど、そう、なんかごっちゃになっちゃって一瞬ずつ作っていこう。お願いします。虫者です。はい、はい、うわ、虫のことなら虫者だねとオークワッチも言ってますが。あ、オークワッチっていう。はい、オークワッチですね。あれ、そう多分ね、これね、年明けになると思う、うん、そうなんですね。そうだから、実際のところはまたちょっと雰囲気も変わってるかもしれないから、はいはいはい、あれだけど、まあ、とりあえず12月、はい、年末手前の虫者の生態がどんな状況なのか、うん、確かに、うん、何か、まあ、生態以外も変わったりしてることはあるのかとか、はい、そこをちょっと、まあ、潜入調査をしていこうと思いますんで、はい、はい、アルコールがね、ここにあるんで、ここでアルコールを、はい、あ、OK です。はい、はい、店内を回っていくんで、はい、じゃあ行きましょう。お願いします。いや、回転の方じゃない。 OK です、入りなさい試練なのこれ今店長がいらっしゃると思うんで。あ、はい、ガチャガチャの裏とかによくいるんですけど。いやいやいや、探してるんですか。いやいや、たまらず声で先に出演してくれました。すいません、飯島店長です。お久しぶりです。すいません、2ヶ月ぶりにちょっとお邪魔して、はい、そう、まあ、店内ちょっと久しぶりにまた撮らせてもらおうかなと思うんですけど、その前にもうカレンダーがすごい量できてますよ。またカレンダー出社の、そう、多分年内ぐらいはあるかな。あ、そうですよね、まあ今年明けもあるかな、まあ分かんない。ちょっとね、だから間に合うかどうか分かんないけど、この動画で動画がアップされた頃にまだあるかどうか、もしかしたらおお、そう、これがカレンダーで、今回はカブトムシとクワガタですね。あ、ここにあります。お、クワガタ、なんか大きい順にこうやって、おお、すごい、まあ絶対買ってたんですけど、はいはい、まあ大型から順番にこう並べてます。すごっ、すげえ。あ、これすごい分かりやすいですね。そうですか、やっぱノコギリはでかいんだ。こいつもいいですね。そう、ここでまあ絶対ではないけど、はい、そう、もう世界最大のノコギリ、二股、平田、細赤みたいな感じで。おお、これすごい、これすごいわ、圧巻だね。いいですね。そう、やっぱ横幅がこう綺麗に見えるから、はいはい、こう見た時に、あ、こっちの方がでかいんだとも思うし、うん、イメージありますよね。はい、そうですね、このクワガタこんな大きいんだ、意外と大きいんだみたいな、その長さで言うとこれが2022年のやつ、はい、そう、これ毎年今のところやられてるんで、はいはい、もしかしたらショップさんとかにも配ってるんで、ね、近隣のビーカーを販売されてる近隣のショップさんにもある、はい、あるかもしれないです、ね、そうですね、だからなんかたまに通販とかで注文した時入ってたりとか、ね、ああ、そういうのあります、ね、あ、もうこう、もう始まったんだというか、はい、そう、年末、年末ですね、年末がこれ感じれる、カレンダーというと、そう、なんかもうカレンダーを見たら、あ、もうすぐクリスマスなんだなって思うというか、あ、俺らは、うん、確かに、まあ、俺らはね他の人は分かんないけど、まあまあまあ、多いかもしれないですよそう、カレンダーもしかしたらあるかもしれないんで、はい、ぜひぜひちょっと虫者気にかけてみてください。はい、はい、そう、じゃあちょっと店内回らせてもらいます、はい、すみません、ゆっくりお願いします。早速、はい、早速めっちゃ気になるのがこれね、ここ、おお、素材が、まあ、でかっ、でかいよね。これなんすかこれ。これイズイとどっちがでかい？イズイだ。それは。めっちゃ自信ありげに言うじゃん。そりゃそうでしょう。何年積んできたと思ってるんですか。いやでもこれどっちこそでかい。そう。材としてはね、規格外。何を？っていう。確かに。これ今も、あ、結構まだ重い。これすごいな。だからもう特大。結構でっかいさ、あの、はい、俺がやってるので言うと衣装ケースにカブトムシみたいな感じで、はいはい、なんかクワガタとか
やってみる系だったらまだこれ面白そうですね。ありかもね、はい、かも普通に割って使うかとか。これはちょっとすごい気になるね。はい、でまあ通常のサイズのやつも、はい、今乾かしてるっぽいけど、あ乾かしてるね、ここに。そう、もうこれもいい材なんで、そう材が今お出迎えしてくれて、もうすごい気になったな。そうここからね店内の生態を見ていこうと思うんですけど、まあ、ここは変わってないかな印象、はい、フォーカサスとか、はい、僕も覚えてる感じで、ね、ここはこんな感じでした。でもイズイの時に比べたらコーカサス減ったかな。減ったのか。ここもコーカサスだったけど、こうクワガタがここに並んできたりとか、野外品のオスタンとかがね、観賞用にどうでしょうみたいなやつが並んできたりって感じかな。まあでもコーカサスもサイズ感は100いかないぐらいの子たちの、はい、そうオスタンだね。オスタンピン、うん、オスタンピン、観賞用にみたいな感じのがあって、ここら辺はだからもしかしたらオスタンなのかな。あ、だね、こういう感じ。これもオスのみ、なんか観賞用の感じだね。これも結構でかい虹色。お、本当だ、でかっ。でもちょっと足が取れてる B 品って言われるやつ、そうだから比較的リーズナブルで、だからメス持ってる人とか、なるほど、確かに、におすすめかも。あ、でもメスもいるんだ普通に。そういう感じ、別々で一応これコーカサス。コーカサス、うん、でけえな。でかいよね普通に。マジでかいっすね。マジででかい。イズイとどっちがでかい。イズイさすがに申し訳ない。大津の面型カブト、イズイともちょっと、はい、イズイも知ってるんだけどさ、その時系列前後するかもしれないからあれだけど、はい、この不思議なカブトムシ。あ、そうそうそう、かわいらしい。そう、これもオスが、あ、オスか、これがオス、はい、そう、メスはこれの、もうメスもね、ちょっとパッと見オスなんだけど、はい、俺も違い、どこがどう違うのかっていうのは正直、うん、なんか上のコブみたいなのの発達が弱いのがメスのイメージ、俺は。確かに、ちょっと覚えてたら聞こうか、後で。はい、そうですね、うん、いつも忘れるんだよね、そういうの。ちょっと覚えててよ、一応。わかりました。だからもうオスタン、メスタンみたいなのがここにバッと置かれてて、はい、あ、ここはペアだ。あ、ペア、ギラファ、ギラファ、出た。だから最初ポスターと同様、世界最大のノコギリ、はい、もう主役だね、ずっと。意外と僕見たことないか。あ、じゃあ見よう。いいですか、うん、ありがとうございます。一番でかいのがこれかな。これちなみに僕許可もらってるんで、見たい方とかスタッフさんに言ってください、店員さんとかに。はい、いやいかついよね。でけえ。マジででかいな。すごいな、ギラファ。これが111mm。やっぱ110超えるとでかいね。ちょっと待ってよ。やっぱね、凶暴だから。うわー、かっこいい。やばいな、すごい。この顎、そうですね、こんなん絶対子供好きになる形してますね。だから虫キングの時期はもうギラファやっぱいたから、しかも強いし、そのカードとしても世界最大のクワガタってもう言われてたし、もう大人気で、そうですね、入ったら即いなくなるみたいな感じだったらしい。ギラファいますかみたいな電話が殺到して。あ、その当時、そうそう、その当時20年ぐらい前。わ、すごいな。だったらしいよ。そう、ちなみに飯島店長もがあの虫キングのカード関わってるの知ってる？あ、それは動画で見たことある。あ、動画で見たか。すごいな、動画ってやっぱすごいな。はい、残ってるんでね。あ、そうね、さすが。そうだからそういうのも含めて、だからいろんな話過去動画でも聞いたりしてるんで、ぜひ見てほしい、ね、虫キング世代の人特に。いや、マジそうですね、見てほしいです。そう、なんかもう殺到してギラファが本当にいなくなる現象からしたら、今はもうこういてくれるのはありがたい、はい、俺ら世代からしたらすごい嬉しい状態、はい、そうギラファがいて、いや、すごっ、すごいね、すごかったな。すごいな、でかいのはやっぱテンション上がるね、もうそれだけで。で、こっちも黄金に系、はい、なんだけどだいぶ減ってるな、2ヶ月前に比べて。確かにもっとあったもん。そうそうそう、気がする。多分7月イズイがいた時も、はい、ここ全部が黄金日系のクワガタが何種類かいたみたいな感じだけど、はい、今はもうローゼンがほぼメインだね、まあ、ペアもいるし大きめのメスもいるしみたいな感じか。あ、本当だ、でかいな、ここ。すごい、でかいね、ローゼン。ここで
でも結構リーズナブルだね。7000円。はい、やっぱ今まあちょっとサイズがちっちゃいのもあるかもしれないけど、やっぱ今1万円とか超えたりするから、ちょっと入荷量が減っちゃって、はい、そう、そこで言うとすごいリーズナブル。で今下ももう背中二股、ハリー二股、はい、あ、見たことあります。まあ、何パターンか呼び方があっちゃうから、はい、あれだけど、そう、ハリー、背中が赤い二股クワガタ、この前多分見せてもらいましたね。あ、で、お父さんに。いや、違います、三森さんに。あ、俺か。はい、ってことはお父さんか。いやいや、なんでどうなっちゃったんだよ。で、ここ禁止瓶ゾーンだけど、禁止瓶は今ちょっと少ないね。はい、あ、確かにここら辺は ね、多少河原もあるけど、はい、ジーポットって、まあ、その禁止瓶の名前だけど、はい、瓦あるの俺知らなかったわ。おー、瓦禁止と、まあ、大平竹っていう禁止みたいなのが、はい、まあ、2パターンがメジャーなんだけど、 その大平竹の方のイメージしかなかった。こっちだから今もうないけど、これか。そう、あのこれが、うん、そのちっちゃいバージョン。あ、なるほど。そう、これもジーポット、そのでかそうでっかいタイプの禁止瓶。そう、なんかね、これはね、そう、俺もこれ使ったことないからわかんないんだけど、はい、これ入れるじゃん、はい、入れてこうひっくり返してくださいねっていう、はい、これがその良しとされてる使い方、この禁止瓶は。なんか書いてある。そう、禁止瓶入れて幼虫キャップ側に出ていなかったら逆さにしてこの状態で、はいはい、で3日に1回程度キャップ側に落ちてないか確認しながら管理するんだって。そう、なんか珍しいよね。確かに置いてあるのも逆さですもんね。そうそうそう、そもそもが、はい、これも珍しい。そうで、ここはもう、虫舎が禁止、作ってるから、うん、出してるんです。出してるやつ。ほんとだ、書いてある。飯島店長とかが詰めて、おお、すごい、やってるらしいから。そう、店員さんとかでみんなで、時間あるときに。すごいですね、こんなにも。いやね、大変よ。あ、こっちはしかも瓦もあるじゃん。おう、こっち瓦禁止。やっぱ瓦禁止が少なくて、結構やっぱツイッターとかでも嘆いてる人多いから。あ、そうなんですね。そうそうそう、もうそこで言うと今めっちゃある。しかもこのボトルっていうのはありがたいよね、このクリアボトル、うん、クリアボトルの方が好きだから。あ、そうなんですね、うん、こっちの方が、このタイプのボトルの方がでもちょっと手頃なイメージはある。価格帯がそもそもボトルの価格も違うからっていうのもあるけど、ボトル自体、こっちの方が個人的にはありがたい。普段から使ってるボトルだし。あ、なるほど。そう、でもカーラーも豊富、はいはい、カラーボトルとかもふわっとあって、はい、で、この左手、はい、これもまた絶景。おお、これは虹色。虹色、無視者にはもう常に虹がかかってるって言われてるからロマンティックだな。そう、すごいよ。すごいですね、でもこれ、うん、そう、いろんな虹色が。やっぱ飯島店長も結構飼育してたりもするし、はい、そう、今は結構大型系は多分売り切れちゃってるんだけど、うん、いろんな色が紫だったり、そう、綺麗な緑だったり、はい、ここら辺はでも、あ、でもまあ前と変わんないかな、ちょっと減ったかなっていうぐらいの印象かな、うん、この緑やっぱ綺麗だよね。おー、めっちゃ綺麗だな。これ綺麗だよな。いや、いいっすね、やっぱ虹色の緑いいな。いいよね。いいっすね。もうちょっと深い感じの、はい、虹色も綺麗だけど、イズイの方がもっと綺麗だよ。クロ君虹色で俺告白しちゃうから。お、そう、前告白したしね、一回。え、そう、虹色をあげるっていう、告白するっていうのを一回動画でやったんだけど、はい、まあまあ見てほしいな。あ、うん、で、ここは綿型。あ、綿型。そう、綿型クワガタとレギウスタランドゥス。おお、だけど綿型が休眠から起きたりもするしてるんじゃないかなと思ったけど、してはなかった。こっちの綿型起きてるね、もう餌食べ始めて。はい、うわ、綿型。そう、このちょっとなんだろう、夕日に近いタイプの綿型。あ、これこういう色じゃないタイプ。そう、何なんだろう、俺も綿型のさ、その亜種みたいなのが俺いまいち分かってないから、そのでも亜種だと思うけど違うのかな。あ、ここは一緒なのかな。そういうタイプがいるの。そう、なんかね、また別のやつもいる。あ、でもこれは一緒かな。
パッと見一緒には見えますけど、こんな感じのね、はい、一緒な気がしてきたな。いや今のところは、うん、ちょっと産地が違うけど、はい、このね南西南西カメルーンナソスナソッソさんとアフリカカメルーンンゴリア。そう読むかも。いや絶対違う。そう全然違うかもしれないけど、はい、産地はちょっと違うって感じか、はい、うん、そう綿型もすごい綺麗で、うちもねだからそれこそ去年、はい、無視者で綿型購入して、はい、それが今年の夏生まれてきて、はい、イズイと初めて動画撮って、あれですね、そうで初速すごい良くて、はい、そうありがたいことに10万再生も超えてみたいな。おー、ありがとうございます。そう、ありがとうございます。そう綿型だからすごい人気なんだなって思った、そうすごいおすすめの種類、結構やっぱ手軽だしね、はい、確かに。そう休眠期間がちょっと長いけど、そこ超えれば全然飼育もしやすいし、はい、その幼虫もこのサイズのボトル1本で帰ってくれるし、ある程度立派な子が、はい、そうすごいおすすめ。おお、で、まあ、こっち行こうかな。マットマット、うん、まあ、いろんな土だったり床材が散りばめられて、こういうもう粉砕しただけの、もう何だろう、これ木、そうそうそう、クヌギとかコナラの朽ち木、だから産卵材とかあるじゃん、はい、あれを粉砕した。あ、確かに割り出しの時見てるような感じ。そうそうそう、これがやっぱもうほんと始祖みたいな感じ、火の呼吸みたいな感じ、鬼滅で言うと、鬼滅で言うとの派生たちだから、ちょっとハスク一発目でハスクチップ違ったんだけど、ここら辺は言ったら派生、ね、はい、発酵させてとか、でだから逆だね、そのより栄養価を上げるために発酵してる感じ。そう、火の呼吸は最強、最初にして最強と言われてるけど、はい、とはまたちょっと違うかも。でもこれが始まり、そう、こいつが始まり、だから無惨か、そうで、ここら辺が上限、上限って感じだね、はい、上限ですね。そう、上限の1から6とか、はい、そうマット界にはもう1から6じゃなくて、もう1からもう全員上限だから。なるほど、うん、強っ、強いよ。産卵一番とかさ、はい、こういうもうメジャーすぎて誰も倒せないんじゃない。あ、でもなんかこれは聞いたことありますね。そう、やっぱ有名なんかね、リオックってでっかいコオロギみたいな、コロギスっていうのがいるんだけど、はい、あれの産卵とかにもすごい使えるらしくて、そうだからもうなんだ、黒脂肪より黒脂肪なんじゃないかな。どういうことですかそれ。そう、強すぎるから。強すぎる、うん、あ、これも人気だよね、超微粒子の発酵マット。確かにキメ細かい、すごいキメが細かくて、そういろんな細赤クワガタとかそっち系の子もすんなり産んでくれるみたいな、評判いいよね。俺使ったことないんだけど、あ、でも適合種アンタエウス、ノコギリ、ヒラタ、細赤、まあでも万能ですよって感じか。ここに書いてあるんですね、うん、すごい万能な、これすごい人気。あ、でこうよく質問とかでも来るんだけど、はい、針葉樹の圧縮したチップ、これ俺ペレット、ね、DDA のやつがペレットなんだけど、針葉樹のペレット、ここアクアっていう製品としても虫舎でも販売してます、ね、ふわって広がるやつ、そうそうそう、水分まとったらこんな感じで倍ぐらいになるって感じかな。あ、ほんとすげえ、そうすごい、これ分かりやすいね、こんな感じのが、はい、倍とは言わないよ、3倍ぐらいになるね、だいぶ広がる、うん、そう、これもやっぱ安いからね、うん、かさばんないし、だからこれが8リットル分のマットになるから、感覚で言うともうほんとこれぐらいの分使えますよって感じ、はい、このサイズ感で、すごっ、ね、便利。あ、で、肉薄葉剤、これもすごい万能な、オークワとか俺がよく使ってるやつ、ほう、肉薄葉菌、またその違う菌なんだけど、そう、これもあるし、冷蔵剤も置いてある、はい、産卵剤もね、こういい剤をこうまとめてくれてるから、お、本当だ、そう、もう先にすげえプレゼントみたい、プレゼントみたいな、確かに。そう、こういう風にだからまた違う良さだよ、もう厳選してくれてるから、はいはいはい、
構そう迷わず買えるって感じ。確かにいいですね。そういっぱいある中で掘り出し物感で自分の中でいいのを選ぶのもいいけど、こういう風にまとめてくれてると初心者とか初めてやる人とかは嬉しいよね、はいはい、確かに、うん、そう産卵剤も産卵剤も定期的に入ってきてるから、あのさっきのやつとかも含め、はい、そうだから困ったら産卵剤無視者で買うのありかな。なるほど。そしてこっちすごいこんなにいるんです ね。そうで、ここがね、ここがやっぱちょっと僕の中では無視者といえばのゾーン。あ、そうなんですか。そう、もうここは何、基本もう国産、国産、ここが国産ゾーンみたいな。で離島のノコギリクワガタとか、はい、そこも奄美大島、鹿児島の離島のやつだったり、東京の八丈島って、ああ聞いたこと、そこの、そう、そこのノコギリとか。へえ。でも筋太平田とか、筋太平田、あ、見たことないかな、伊豆。いや、もしかしたらないかもしれないです。筋太もかっこいいよ。これも一応奄美大島の、はい、もうああいうやつらってすごいのいっぱいいそうだもん。そう、なんか不思議なんだよ。わあ、出てきた。これね、ちょっとねサイズがでかいから弱めなんだけど、ここの縦筋が、筋が太いの、この縦の、あ、その筋太、そうそうそう、これがサイズが大きくなるとちょっと筋が弱くなるんだけど、あ、でもすごいな。そうそうそう、見える見える。あ、そうなんですか。そう、かっこいいよ。すごっ。そう、これ60mm だけど、55mm ぐらいが一番サイズ感もあって綺麗かも。そうなんですね。俺個人的なイメージだけど。で、メスはすごいはっきりしてる。あ、本当だ。そう、もう本当にゴツゴツしてる感じね。すごい、メスすごいじゃないですか。すごいよね。ゼリーに全身突っ込んでる。確かに。いいな。ね、筋太ってよりずぶといかもな。そう、だからちょっとやっぱかっこいい。俺もやってるけど、ちょっと今海み渋ってて。あ、そうなん。ちょっとドキドキはしてる。うわー、生まれてほしい。かっこいいね。すごい。で、まあいろいろあるけど、もうここ寝太ゾーン、寝太クワガタとか見る機会ないもんね。そうです、僕でも一回魔人で見た。ああ、そうか、そうだ、あれ、あの時カメラもしてくれてたっけ。あの時具志堅か、あの時具志堅か、確か。そう、だから寝太クワガタ、日本にもいっぱいいるから。はい、これは東京の寝太クワガタなんだけど、東京にもちゃんといるんですね。いる。東京って言ってもどうだろう、離島かもしれないけど、ちゃんと立派なね、サイズちっちゃいけど、これがもう定番サイズなのかな。いいですね。東京都、ちょっと読めない、三宅島。あ、でも三宅島、三宅島。そう、だからとか、いろんなこう産地ごとにこう分かれてくる、種子島とか、あの沖縄中の、はいはいはい、そう、鹿児島のね、すごいな、全然、粟国島。うわ、もう沖縄か。確かそうですね。確かに、どう変わるんだろうね、ちょっと見ますよ。産地違うのを見られるのがいいですね。そうね、そう、いろんな産地がいるから。あ、でも、出てきた。サイズ的にはどうだ、3-4mm 違うのか、はい、どうなんだろう、ちょっと赤っぽい感じはするけど。ああ、僕はあの一瞬だからちょっと分かんないけど、そう言われればそう見えるような気がする。そう、でもそこが特徴かは分かんないけど、でもやっぱ特徴ありますね。はい、うん、そう、だからほんと並べて見てみるとよりなんか違いとかあるんだろうね。いいですね、うん、そう、だから自分の中で特徴を見極める楽しさとかもあるかもしれない。ああ、それはある。だからここがやっぱ無視者といえばのイメージ。で、ここがもうオオクワガタ。はい、オオクワガタ。国産といえば我らが。そうですね。オオクワガタ。ここで結構でかいのいるね。オオクワガタ。85mm。85。わ、それでかい。福岡、久留米の。これ、見たことないんじゃないかな、85とか、伊豆に。85ないかもしれないですね。いかつくない？ドヒャーですね、これは。ドヒャーすぎるな。やっぱでかいな。でっけえ。これすごいね、やっぱ。すごいな。だ90とかがいるからさ、今。これより 5mm でかいって、相当よ。相当なでかさなんですね。え、僕はって、どんぐらいまでいくんですか？今、91とかだった気がする。10は。そう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 、だからいつかね、もしかしたら。でも俺が小さい頃は80いったかいってないかとかだったから。じゃあ伸びてんだ。そう、めっちゃ伸びて1センチぐらい伸びてるから。すごい。そこから考えるとね、やばだから、俺らが40とかになる頃にはもしかしたら10いってるかもしれない。いや、大方は何度見てもいいです。やっぱいいね。
僕はやっぱ85だとそれなりの値段、はい、おー、なるほど、5万5000、すごい高級だな。でもまあこれでも出したくなる気持ちもわかる、うん、こんだけ迫力見させてもらっちゃうといいですね、と。だからもうここはもう国産、はい、最強ゾーン、最強ゾーン。ここはもう海外の平竹、はい、ここも変わってはないかな、前もこんな感じですかね、うん、そうね、ちょっとひっくり返っちゃってるけど、おい、スマトラ、はい、これどこ、ベンクールか、うわベンクールのスマトラ久しぶりに見た、これすごい、これね、さっきのオークアより約1センチ大きい、でかでかいよね、それちっちゃいやも入ってくるよな、でキヤって言っちゃうよな、いえ聞こえたすごいよ、すごいね。そうね、これベンクールって産地がアチェと、はい、アチェが結構ポップなんだけど、ポップじゃない、メジャーなんだけど、はい、いや、なんだよ、いずれ、いや、なんでもです、なに、俺なんか間違えた、いえ、そうだね、何も間違えてないよね、はい、そうアチェがすごいポップなんだけど、はい、おいメジャーね、はい、メジャーなんだけど、ベンクールは久しぶりに見た、個人的には。顎がね、ベンクールさんはやっぱこの顎のギザギザが手前に集まる傾向あって、うん、そう、俺のイメージで、うん、そう、多分そうだったはず、おそらくだからあれだけど、これで、で、アチェもいるからちょっと見比べてほしい。で、こっちが、アチェ、サイズはもうほぼ一緒、あ、まあ、ちょっとでかいけど、こっちが96mm、はい、ちょっとまだ休眠中らしいんだけど、ちょっと失礼します、これ、はい、まあ、まずでかいけど、あー、君もすごいね、すごいでしょ、わかる、このギザギザが、うわー、この頭に近くて、あ、確かにそうかも、そう、あ、じゃあ先端に近い、そうでしたね、そうそう、だからアチェの方がなんか太くごつく見える、確かに、スマトラだとベンクールの方がちょっとスマートに見えるみたいな、そう、だからこっちがなんか結構人気なのかな、そのスマトラの部分でいうと、スマトラね、太いっすね、太いよね、めちゃくちゃ、イズイとどっちが太い、イズイだなやっぱイズイか、イズイ強いな、強い、ちなみにじゃダメだな、あ、そうな、種族が違うから、あ、もう勝てない、俺には勝てないいや、どうやってないですけどね、別にそう、あとね、なんか今、あ、全然見かけないけど、パダン、スマトラのパダンさん、はい、パダンっていうところがあって、パダンっていうところ、そう、俺そこのやつはなんか先端のやつと、はい、頭に寄ってるタイプ両方いた印象、そう、だからちょっとね、中間地点、そう、パダンのやつってどこ行ったんだろうと思ってるけど、今そこら辺も覚えてたら聞きたいね、あ、いいですね、うん、覚えてて忘れちゃうからもうキャパオーバーする、確かにもうやっぱここのね楽しさですぐ忘れちゃうから、いや本当にそれぐらいのところ、で、これが歩きです、はい、歩きです、歩きですも、あ、見たことあるっけ、伊豆井とはね、ですね、最初の魔人で出てきた、あ、なるほどね、それのちょっと顎がまた違うから、俺んちのすごいちっちゃかったから、これが93の調子って言われてるやつで、わわわわ、なんじゃこれ、でか太いでしょ、でか、そうで、顎が調子のタイプはこうギザギザが少なくなっちゃう、あ、なるほどね、調子ってそういうことか、そう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 、そう、これがやっぱサイズはでかくなるけど、でもこの調子じゃない大きいやつとかも出てきたりするから、それがすごい人気で、顎で言うとこいつみたいなさ、これも歩きですなんだけど、はい、こういう感じの、はい、はい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 、突起が鋭い、ありますね、そう、この感じのやつの方がなんか横がやっぱ太い印象なんだけど、うん、そう、ごつく見える、これがやっぱ人気、これの90mm近いやつみたいな、いや、でっけ、迫力エグいすごいんだな、すごいよ、バケモンやっぱ、そう、だから平田はやっぱかっこいいね、どれもね、結局、うん、でもちょっと立ち止まってらんないから、はい、次行くしかないね、はい、いつもな、30分ぐらいで終わらせようと思ってるけど、ここら辺で30分行っちゃって、うん、もういいやってなって、めちゃくちゃ自分よがりに楽しんじゃうんだよなまあまあまあ、そう、そうなっちゃうのも仕方ないですけどね、昆虫ショップあるある、これこれはすいません、そう、まあでも、もうしょうがないね、それはもう
その種類豊富なお店側が悪いというか、むしろ言い方そう俺のせいじゃないから、ああ楽しませてくれちゃうショップのせい、はい、そうで、ここがもう幼虫ゾーン、はいはい、これケンタウルスオオカブトってなんかね、ケンタウルスオオカブト、そう、成虫だから飼育をまだしたことがないからやってみたい種類、興味ありますね、名前だけで。なんかね、ヘラクレス的な角で、感覚で言うとざっくり言うと、はい、で、艶があって、だからヘラクレスみたいな形のタランドゥスみたいな、めちゃくちゃいいじゃないですか、めちゃくちゃかっこいいでしょ、めちゃくちゃいいです、そう、俺もね、生で見た記憶があんまなくて、そう、だからちょっと飼育したいなとは思ってるんだけど、めっちゃ見たいですね、それ、そう、ぜひね、ちょっと飼育しようと思うんで、おお、そう、だからサイズ感はどんぐらいなの、10センチぐらいなのかな、でも結構お手軽なんだよ、もうちょっと俺高いかと思ってた、あ、でもこれ同じぐらいか、うん、ね、もう1年経つからもうすぐで、はい、どれぐらいなんだろうね、幼虫期間も、ちょっと俺分かんないから何とも言えないけど、1年半ぐらいなのかな、そう、これもね、ちょっと成虫ね、見れたらいいけど、そうですね、で、こっちがまあノコギリとか、上がノコギリの、まあ、ここも海外系のやつだね、ほう、ここも、あ、でもやっぱ減ったな、10月に比べて、うん、ここからとかにはなってなかったから、やっぱ年末前、まあね、わかんないけど、もしかしたら子供がクリスマスサンタさんになんかギラハノコギリくださいとか願い事書いて、お父さんお母さんがサンタさんに伝えてるのかもしれない、なるほどね、うん、っていう可能性はある、あるな、うん、まあ、ありえるな、か、そういう理由で、そういう体で大人が飼ってるパターン利用してみたいなサンタさんにお願いするついでにというかついでに2ペア買っちゃうみたいな、あるかもしれない、わかんないけど、俺だったらそうしてるなんかここら辺はそうね、減ったね、だいぶね、はい、あ、で、ここもコーカサスのペア、はい、さっきのはオスタンゾーンだったけど、ここはもうペア、ここはペアですね、うん、これクロスジタテスノカブト、これゴロファミヌトゥスっていう、はい、呼ばれてる種類、はい、これとか見たことないよね、イズイ、多分聞いたことないから、見たことないかもしれない、もう一度、痛いです、OK、はい、あれこれ、オス立てずのないちょっと正面から見てみます、正面すいません、映るかな、あ、映ってる、かわいい、そう、めっちゃかわいいでしょ、え、でも本当に角らしきものないですね、そう、だから立てずのカブトっていうのがいて、はい、呼ばれてるやつが、はい、それはゴロファっていうやつがいるの、ゴロファ、そもそもそう、そうそうそう、見たことありますよ、ね、こういうやつ、ノコギリ立てずのカブトって言われてる、ね、ゴロファポルテリって言われてるやつ、ね、あの手長いよ、そう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 、あいつのまあ言ったら仲間だから、はい、多分立てずのなんだと思う、メスも一応見る、あ、そうですね、見てみたいですこれはメスちょっと待って、えこれやばくない、どうやって分けてる、ちょっと俺もね、実は飼育したのが幼虫を飼って、その企画きっかけで、はい、で、幼虫3匹ともオス判定したんだけどさ、はい、俺そのメスを見たことがないから、今見たけどもうほぼね、そうですね、これはそう、これでもね、やっぱメスの方がここに、はい、なんだ、針みたいな角がないというか、オスにはあるの、オスはある、ちょっともう一回改めて見てみる、そうですね、こう横から見た時に頭に突起がない、なかったね、とりあえず俺初めてメス見たんだけど、で、オスはちょっとオスももう一回注意して見てみよう、これでもやっぱあるね、ここある、あるでしょ、あるわこれか、そう、これこれが立てずの、これが立てずの、こいつの、わかんねえな、え、すごいね、これ面白い、これ面白いね、かわいいしね、さっきまでそのオス確認してなかったじゃないですか、うん、で、メス見てみようで、うん、メスにあるんですみたいなあ、そうね、あの大津の面が高ぶとね、うん、そう、それのだからちゃんと正式にオスには角はあるけど、角がほぼないみたいな状態、オスにあったわ、ね、ほんまに、そう、しかも結構お手軽で6,000円、かわいいよね、面白いよ、こいつ面白いよね、そう、これも、これも新しく入ってきてるね、あ、楽しすぎるね、楽しすぎた、そう、で、まあ、ここはまあそんな変わってないかなって感じ、はい、ここもオスゾーンか、あ、さっきの裏側です、ね、裏側だから、ここもオスゾーン、あ、ここ国産カブトムシいるね、こういう感じで、
下にも。おお、いっぱいある。ね、いいね。国産カブトも入るの、はい。いいですからね、国産カブト。かっこいいし。はい。ここもだから、平田の裏側だね、はい、さっきのは平田だったり海外のオオクワガタがいるって感じかな。大王平田クワガタ系とオオクワガタ系、はい、でっかい大王とかいたら見たいんだけど、やっぱ80後半とかになるとやっぱ迫力すごいから、いやすごいだろうな。そう見てほしいけどね。そうで、こっちはもう海外の完全オオクワガタ、はい、グランディス出た。あ、これ85、あ86もいるじゃん。ちょっと85で見るか。あの日本のオオクワガタとちょっとどう変わるか、はい、同じサイズで。確かに。そう、一応こいつが世界最大のオオクワガタ。おお、オオクワガタの中で最大がこれ。はい。どでか。あ、ごついよな。え、さっきよりでかくないですか。ね、そう、やっぱ横とかのごつさあるよね。あとはやっぱこの顎のハサミの部分の突起がさ、頭に近くで立体感あるから、やっべ、より迫力はあるかもね。すっげえ。かっこいいでしょ。やば。おグランディスやっぱかっこいいんだよな。グランディスやばいっすね。グランディスかっこいい。これも86まで。はあ。でもやっぱ値段で言うと、やっぱこっちの方がお手軽。日本の85ミリより。本当だ。うん。っていうところもね。やっぱまあ世界最大ゆえの85はまだ出るんじゃないかな、日本のオオクワより。もしかしたら。俺ね、そんなグランディス大きいの出したことないんだけど。はい。83がマックスで、そうでもやっぱ迫力すごいね、85はすごい。で他にもまあ多くの方はいろんなアンテとかアンタイウスとかクルビデンスって、まあいろんなとこにいる多くの方がいて、こっちが多くの方かな。いやいや違うでしょ、カラフルすぎる確かにね、カラフルすぎるね、はい、いろんな色になっちゃった。昆虫ゼリー、昆虫ゼリーとかまあ用品だね、もう、はいはい、もう大人気クリアスライダー、うん、ラージサイズとか他のねやつとかも、デジケースとか、デジケース、これがデジケースかな。なんですか、デジケース。あ、で、多分デジケースか。なんか呼ばれ方みたいな。お、実際正式名 HR2 らしい。おお、記号、元素記号みたいな。完全 CO2 だもんな。そうですね。で、これが小林乳抑制ケースと、はい、ちっちゃいやつと大きいやつみたいな感じ。うん、でさらに大きいやつ。はいはい、一応ミニ小中。おって感じ で、ミニ小中なんだ。そうそうそう、で大が一応あるっていう、はい、でこのもう定番の小林シャッター、はい、これもミニ小、これで中で大、はいはい、大サイズねって感じ、はい、いいですね。あ、でこれこういうのも餌やりとか、あ、そう挟まれないように。なるほど、いいですね。そういいよね、これとかもこのタイプとか。おお、そうで、まあ、普段よく使ってるスプーンとか、はい、まあ、いろいろあるね、やっぱり、はい、まあ、だからここもね、その網とかもあるけど魚のね、はい、まあ、YouTube とかでもよくあのガサガサ系の動画の時に 見かけるタイプの網だよね。この地面に沿ってこうガシガシやるから、おー、やりやすいようにこう平らになってるのが多分先っぽの方がね、うん、とかまあノギスとかもいろいろ、はいはい、ノギスとか便利グッズが引き続きね。で、ここ、まあ、幼虫もやっぱ減ったね、ちょっともっとありました、うん、ここもやっぱバッと並んでたから中下まで、ね、ヘラクレスだから、ヘラクレスの種類がめっちゃ豊富、ヘラクレス森姉妹とか、森姉妹、そう、確かに、なんかヘラクレスっていうのは前の時言ってたかな。そうだからびっくりした、うん、こんないるんだみたいな。そう、ヘラクレス、リッキー、エクアトとか、はい、あたり、まあ、あとセプテンかな、はい、あたりしか見かけないから、最近は森姉妹とかは見る機会ないから、それが幼虫でもいたりするのが嬉しいよね、はい、で、こっちが成虫、はい、ブリュゼニいるじゃん、ヘラクレス、ブリュゼニ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 、そう、ブリュゼニ、ブリュゼニ、ブリュゼニ、めっちゃ言いにくいよ確かに言いたくなるな、なんかね、そう、これもやっぱなんか、もう全然見ないね、すごい、見てみたい、見よう、前回いたかな、そうでしょうね、これオスタン、あ、ペアだ、はい、特徴とかっていうのが俺わかんないんだけど、おお。
まあ、サイズは可愛いんですか。そう、小ぶりなね。どれぐらいのサイズになるんだろうね。もうちょいでかいのか。何なんだろう、何が何なの。確かにヘラクレス、ヘラクレスとかに比べたらもちろんここの突起がこっち側に寄ってるとかあるけど、どれが特徴になるんだろうね。一番わかりやすい。でブルゼニはもう貴重だね。めったにいないかな。そうなんですね。レアなんだ。すごいね、ブルゼニがお出迎えしてで、ヘラ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 もう圧倒的人気の、ここ、こいつね、でかいね。でかい。相変わらずだな、こいつな。すごすごいね。そうだから、もうブルゼニの後だから余計でかいね。確かに。そう、やっぱでかくなりやすいし、角も太いしみたいな、はい、そこの人気もあるよね、やっぱり。そう、一番流通してる理由かもしれない。絶対的ですね。で、これが、これ今日、前回もいたかな、トリニダーデンシスっていう。トリニダーデンシス。トリニダーデンシス。はい、失礼します。はい、おお、可愛らしいね。確かに。あ、わかんないな。これも確かにね、どうなん、どこが特徴なんだろう。でも、さっきのと似てるような気がする。確かにね、特徴わかんないと何とも言えないね。でも背中の黒い点とかが少なくて綺麗、うん、あと確かになんかオレンジが焦げたような、まあ、黄色が焦げたような色味、うん、ちょっと渋いね。小顔？顔はそんなじゃない。まあでも角は細いよね。ああ確かに、うん、ちょっと渋いな。おかっこいいね。いいですね。これオスタン、はい、メスもいればね最高だったけど、うん、かな。で、まあ、下が幼虫がいっぱいいる。シロカブト、グラントシロカブトとか、はい、あ、これもオキシデンタリスって、これこれが 俺の小さい頃は一番いたかも。そうなの、うん、このヘラクレスオオカブトとして売られてたけど、はい、この形だったもんね、やっぱ一番多かったイメージ。そう、展示の時は分けられてたけど、はい、なんだ、あのストラックアウトの時の景品では分けられてなかった。そうなんですね、うん、その記憶がある。なんかいろんなのがいます、はい、で、ここがね、若干ね、寄虫ゾーン。はいはいはい。そう、前はね、ゴキブリがめっちゃいてさ、うん、ちょっと辛かったんだけど、個人的にはその紹介するには難しかった部分あったけど、今はもう売れちゃったのかな、ゴキブリいなくなっちゃってるね。あんまないっすか、うん、これとか珍しい。すごっ、な、あ、何になるんだろう、半身なのかな。ちょっと見えないな、出てこないかな。あ、ちょっと待って。すごいね、なんか巣穴に戻っては出てきて、はい、警戒してるんですか。警戒してんのかもね。このエジプト、エジプトかな。すごいな、わざわざ。12スポットプレデタービートル。プレデター、プレデターだ。プレデターってついとるねえ。半身はなんか何なの、ゴミ虫。ゴミ虫ではないか、ちょっとわかんない俺は。すごいね、珍しい。あ、ここはゴキブリがいたわ。一匹だけ残ってた、うん、で、リオック、さっき言ったコロギス、お化けコロギス、うん、これもまあちょっとね、見えないけど、うん、結構凶暴な。へえ。で、まあ上、人工養殖用のやつ、オアシスとかね。はい。そう、それの、なんだろう、なんていうんだ、こういうのサポートというか、うん、この形にこう掘れば綺麗に大平田クワガタ系のやつは綺麗に作れますよみたいな、ガイド用のグッズなのかな。そう、こういうのもあるということで、一通り生態回りましたけど、はい、やっぱ時間めっちゃやっちゃうな。まあそうですね、うん、いつもここでね1時間ぐらいなっちゃうね、結局ね。なっちゃうんですね。うん、まあ、しょうがない、はい、これももう楽しませてくれちゃう虫舎が悪いから。またまた。そうで、ここは本もね、はい、虫舎もめっちゃ出してるし、はい、他のところのやつとかもここに置いてくれてるから、本当、まあいつも紹介させてもらってるんですけど、初めて買う系のやつとか、うん、初心者向けのから、もう本当日本のクワガタがブワッと乗ってるやつとか、まあいいですね、うん、楽しいからな。で、なんかこれを持って。日本中の採集できる場所を行ってクワガタ見つけて、わ、これもしかしてで、うわ、大クワガタじゃんとか、あ、そう、寝太クワガタだみたいな。楽しそう。そういう楽しみ方もできる。おしゃれ、めっちゃおしゃれだね。
シンプルなのもかっこいいし、ね、いいですね、うん、そうで、まあ、いろんな本もありますと、はい、でこれが最新号のこれか、こっちはあ、ごめん、こっちは全部違った。3択全部外した。これ、これが最新号、はい、そう、ムッシュ社の出してるビークワ、ビークワ4ヶ月周期かな、年間4回ぐらい出してる、ってことは3ヶ月に1回かな。そう、こういう風にだから年に1回レコードの更新されたやつの報告会がカブトムシとクワガタで毎回見てるんですか。やっぱ毎回見るね、毎回買っちゃう、とりあえず。そう、これもビークワ、はい、でもその過去のビークワでもここいっぱいあった。うわ、ここいっぱいある。図鑑とかこれも全部ムッシュ社が出したやつ、すごい、すごいよね。めっちゃあるじゃないですか。めっちゃあるよ。そう、虫、ビークワと月刊虫っていうやつも出したから、うん、もういろんなやっぱ図鑑とかも、だから虫のね、ショップのほんと原点に近いんじゃないかな、ほんと老舗の昆虫ショップ。そう、なんかいろんな各方面から発信してるお店だよね。いやでもそう言っても過言ではないですもんね、うん、そうで、ここもね、ここも生態結構貴重なのいたりする、はい、これとか、あ、だいぶお手軽になってるけど、はい、ノズノコギリ、あ、ノズノコギリ、そう、聞いたことあります。珍しい、雲のような。前、イズイと見たかな。あ、僕でも魔人で多分見てます。あ、魔人で見たんだ、この雲のような 走り方ね。あ、すごい雲だよな、すごい、本当にそうだね、足長くて、うん、これも一応ノコギリクワガタとして呼ばれてるから、不思議な。これも最近久しぶりに、最近って言ってももう2年前ぐらいになるかもしれないけど、久しぶりに入荷してきて海外から、はい、それとかはやっぱ結構やっぱ2桁万円とかになってた、うん、けどだいぶ落ち着いてくれたね、やっぱり2万、2、3万円ぐらい、うん、で、やつはこっち側が、あ、これめっちゃいいじゃん、それ店長飼育、飯島店長が飼育してる虹色の68ミリの大きいやつを使った、ここからの65ミリの虹色、65ってやっぱでかいよこれ。うわ、でかくない？でかいよね、すげえでかい、すごいよね。おお、しかも綺麗、綺麗、そう、形も綺麗に、やっぱデカさも、飯島店長の虹色を見て、やっぱでかい虹色かっこいいなってなった。その色が綺麗な虹色もいいけど、そうっていうので、うちもめっちゃたくさん虹色飼育するようになったんだけど、はい、全部綺麗、うん、本当に、うん、あ、で、ここにね、実はこの懐かしの虫もんがいますね。これはあれじゃん、そう、三森さんの、そう、俺の、お台場に展示させてもらって、はいはい、そう、飯島店長たちのおかげで出させてもらって、はいはい、展示した時にちょっと生態も委託というか販売させてもらって、あ、そうなんですね。その子がいる、おお、そう、多少虫もん、そう、だからその時買ってくださった方、ありがとうございます。 ありがとうございます。そう、虫もんがまだここにいてくれました。はい、今ももしかしてお買い上げはできるってことですか。そうね、ここに来れば、これはそう、そう、だから、まあ、もしかしたらいなくなってるかもしれないけど、はいはい、ですね、って感じかな。ここも野外品はそんなに変わってないかな、はい、うん、で、ここ標本が、標本がすごいからね、ここはすごいっすね。そう、見たよね、一応ね、泉も、そうです、何個か見たのか、そう、まあ一応過去動画で標本だけで取り上げてる動画もあるんで、あ、それもあるんですか、うん、オンリー、そう、オンリーでやってるんで、それめっちゃすごかった、はあ、そう、だからぜひ見てください、お願いします。キリがないから、よし、ちょっと飯島店長呼ぶか。あ、はい、こんなの羊じゃないんですか。あ、飯島店長、はい、あ、いいですか、はい、すいません、ちょっとすいません、長いこと見させてもらって、はい、あの、はい、なんか気になることがあったんですよね、はい、あ、そうだ、そう、ブリュセに行ったじゃないですか、はい、これって前回って言いましたかね、はい、あ、いなかった、いなかったですよね、はい、そうそう、ブリュゼニーが結構なんかオークションとかで売ってたから売れるかなと思ったら、はいはい、あんま反応よく、あ、そうなんですね。ヒルス、はいはい、ヒルス、メキシコのヒルスとブリューゼニを一緒にこう売り出したんですけど、はい、メキシコのもう多分 F10 いくつのやつですか、すごい、なんか昔奈良をコアセンターとかに、はい、それはなんかこう結構バーって売れたんですけど、これはあんまり、そうなんですね、売れなくて、まあ、そうですね、ブリューゼニいたんでびっくりして、なんなら初めて見たかもしれない。
これなんか特徴って何になるんですか、ブリュゼニって。うん、なんかざっくり。そうですね、トリニダーとかとは比べ、はい、トリニダーとまあよく似てるんですけど、はい、やっぱこの胸部のこのここのザラザラ、この天国とかはすごいやっぱ特徴ですよね。他の足にないですよ、まあ、ブリューゼニーとやっぱちょっと似てんですけど、はい、ここの天国はこの胸部のザラつきみたいな、これは他の足では光った時の光沢感が弱い感じはありますね。確かにな、ヘラヘラとかと比べたら圧倒的に違いますね。こんなザラザラに絶対なんないですよね。そうそうそう、ツヤ感が少ないというか、はあ、サイズ的にはどれぐらいですか。サイズは大きくそんなにいいです。そうです、あんま大きいのは見たことないですね。そんなやってないからっていうのもあるかもしれないけど、自社で帰ってたの12センチ台かもしれないですね、はい、そんな大きいのは帰らなかったです。すごいブルゼニね。はい、確かに。あ、じゃあヒルスもいたんですね。そうなんです、ヒルスも、うん、ちょっと待って、うん、すごい、なんかすごい、これ僕が買ってたやつなんですけど、これが一つ前の時に帰ったやつです、はい、F10 とか10、もうちょっと途中から、いや、もう10いくつになってると思います、はい、以上の、はい、10ぐらい、はい、90何ミリだったかな、結構90多分5ミリぐらいとかで出てるだと思いますね。まあだからパッて売れたんだと思うんですけど、これはかっこいいわ、めちゃくちゃでかいな、なんかもっと小ぶりなイメージでした。そうですね、そのメキシコのやつ、はい、なんか最近またなんかワイルドが入ってます、入りましたね、去年か。ちょっと結構そうですね、結構いい値段だと思います。いやすごいわ、見たかったな。これはもうずっとその奈良大桑センターのやつから、はいはい、混ぜないですね。わあすごい。混じったりとかはしてないと。もう純粋なそのメキシコの産地のやつで、はい、すごいわ。まあ、価格もちょっとブリューゼニーよりは安かったんで、はい、そうなんです。それもあるのと、やっぱこれぐらいの兜ってスペースもそこまで取らないので、はい、飼育しやすいですね。ボトルでも、はい、結構大きいの買いせるので。そんなのもパッと売れちゃいました。ここら辺はすごい、これはセプテンとかセプテンか、はい、これって野外品とかですか。あ、これはそうですね、野外品ですね、すごい、そう、結構前のやつとか昔のやつですね。もう色がちょっと薄い感じになってますね、セプテンとか四国しかない。標本で見るとまた雰囲気変わりますね。違いますね。すごい、三本角とかも。ああ、三本角標本。これ面型ですか。これは。これ何ですか。あれですね。すごい。なんか津波みたいになってる。そのすごい。これは野外品とか、はい、キムシは入ってきてない。おい。っていうね、これも虫の図鑑の。あ、これそうですね。わ、すごい。もうだからこれ見ればいろんなのが。それですね。これ。おお。ステーベル、ステーベルツヤひさし再カブト。このこっちって入ってきますね。あ、そうですね。こっちのイメージは。はい。あ、そうなんだ。また違うんですね。すごい。これでもやっぱ生で見たらすごいですね。あ、そうですね。角の迫力が。潜れるのかなとか。これは確かに潜るの大変そうですね。そうですね。これはすごいわ。そうだから標本とかもね、もう見出したらきりなくなるぐらいになるから。面白そう。そう、面白い。もうこれは飯島店長の何ですか。もうなんとなくコレクション的な。買ってたやつとか撮ったやつとか入れてるし。すげえ。いや、これめっちゃ貴重ですよ、さらっと一本分けたかったぐらい貴重な、いや、ありがとうございます。いや、すごかったわ。すごかった圧倒的なびっくりすごいの言いましたね。そう、ヒルスもすごかったけどさ、あの、なんだったっけ、なん、トゥルチョコラツトゥルベリー、そんな感じです。あいつの迫力が圧倒的だった、はい、すごい。いや、ありがとうございます、標本も見せてくださって、いや、なんかでもブリュゼニが僕はびっくりしたんで、あ、これもなんか
昔から出回ってるやつ、ね、あ、そうですよね、88とかで、ね、はい、なんかだから、本当、多分その兄弟たちが浮かしてきた時だけパッと出てきて、ね、ちょっとで、また一時見かけなくなってみたいな感じなんで、いや貴重な経験させていただきました、ありがとうございます。一応、新年って何、いつから ?3 日から新年は2日からやってます、ね、2日から開始予定、はい、ただ12時から18時までで、あ、はい、普段よりちょっとちょっと始まるのも遅くて、はい、終わるのも早い、ちょっと早めでって感じになるんで、はいはい、まあ、詳しくはツイッターを概要欄に載せておくので、ぜひチェックして遊びに来てみてください、はい、はい、よろしくお願いします。いや、お願いします、はい、またちょっと来年もよろしくお願いします、はい、いいえ、こちらこそ、ありがとうございます。ガラガラとかってやる予定ありますか、ね、まだやっぱ虫があんまり入りたくなっちゃって、最悪僕ガラガラだけでもいいんですけど、虫がやっぱ少ない、そうですよね、だからどこもちょっとガラガラは減ってますよね、ガラガラ、そうなんですよ、ちょっとはできると思うんですけど、はい、あ、ちょっとしかできない、まあそうですよね、ちょっとそう、お客さんがやっぱやると何百回って準備しなきゃいけないじゃないですか、はいはい、その虫がもうちょっと手に入らなくて、あ、じゃあもう本当次の年とか、そうですかね、もうちょっとコロナが収まって虫がもうちょっと順調に入れば、ね、またやりたいんですけど、去年、だから2020年に比べたら増えましたか、流通は少し増えたかと、ね、あ、気持ち増えたぐらい、だからまた戻ってもらえればまた復活できると思うんで、福袋とかも結局その少しは作れると思うんですよ、あ、はい、だけど少しじゃちょっとなんか来たお客さんにもある程度提供したいと思うんですけど、虫がやっぱ足らなくて、そうですよね、だからもし福袋やるんだったら大々的に告知できるぐらいの量がないとっていう感じですよね、まあでもぜひ年末年始、そうですね、セールだけは一応やりますんで、なんかもう時間あったらぜひ遊びに来てみてください、はい、そんな感じで、はい、今回の動画は以上とさせていただきます、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございます、はい。